GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。アイルザ翔太です。10エッセンシャルズ、僕にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介したいと思います。 Let's go。 最初のアイテムはマイクロフォン。僕にとってなくてはならないマイクでございます。最初にマイクを握った時から今起きているような未来を想像していて、つい最近この手話のごっぱちからゼンハイザーのマイマイクを買い直して、なんだろう、大きい会場が多くてありがたいことに、それでワイヤレスマイクでこう歌うことが多かったんですけど、改めて最近ワイヤードでちゃんと有線のマイクで歌うってなった時に、まあ、イヤモニを揃えたりするタイミングでもっと歌いやすくライブしたいなっていうので、エンジニアの方とこう相談して自分の声に合ったマイクをしっかり選んで買ったのがこのゼンハイザーのマイクです。そう、ソロアーティストとしてこう音楽をやろうって思い始めたぐらいから、このマイクを持ってリハーサルスタジオに入って、鍋ポテトという名前でこう音楽やってた時から強い意志でこうマイクを持つようになったので、その時からこのゴッパチは使ってました。結構僕の声が癖があるというか、なんかドンシャリ系、いわゆる耳もすごいこだわりがあって、自分がこういう声で聞こえてくるのが歌いやすいっていうのがあったり、このマイクはその高いところがすごい気持ちよく聞こえて、だけど僕中音域の声のうるさい成分がすごい苦手で、このマイクと耳中の音を作ってくれるエンジニアの方とがいて、今の僕のライブが成り立ってます。続いてのアイテムは古着です。まあ、ファッションが好きで、まあ、ずっと好きなわけじゃないですけど、ここ何年かずっと好きで、なんか波がこうありつつも結局ずっと好きなのは古着で、特にそんなに普段ブランドを気にして買い物をすることはあんまりないんですけど、最近好きな古着屋さんが結構ヴィンテージのベルサーチとかその辺が置いてあって、グラさんもベルサーチかな、まあ、このジャケットとかはカラシニコフフィーチャリングアイルザ・ショータのオーバーナイトリミックスのミュージックビデオでも着てる、その時に買った私物です。 AK さんもめっちゃ褒めてくれたっていう。古着好きだな。カバンもなんか今のコーチっていうよりはオールドコーチのカバンが好きで、そこに古着屋で買ったスカーフを勝手にくくりつけて、そうピアス開いてないからイヤーカフが好きで、この辺とかも古着屋で買ったイヤーカフ。あとは、あ、面白いな、これかな、多分おもちゃなんだけど、一個ずつこうアイルザ・ショータっていうのを自分で作って、こういうなんか一見ダサそうに見えるのも組み合わせで面白くできるのが古着の好きなところかなって思います。自分で、まあ、アイルザ・ショータとして衣装をセルフスタイリングしてっていうタイミングが多くなって、まあ、洋服好きな友達もまあどんどん増えていったりとか、ハイセンスな仲間が増えていく中で自分もこう磨かれていって、好きなものが増えていって、今じゃ家のタンスが大変なことになっております。続いてのアイテムはネイルです。ネイルにハマったのは実はめちゃくちゃ最近で、ライブが増えたりヘアメイクをしてもらったり、なんかのタイミングで初めてネイルをしてもらって、最初ネイルホリックの安いやつ買ってて、でなんかネイルハマりそうだなと思ってたタイミングで、このネイルズインクさんがすげえいいやつくれて、今日はこれ塗ってるんだけど、本当にシルバーアクセとかそういうの指につけてる感覚でネイル塗って遊べるんで、ネイルズインクにハマりすぎてて、あと気に入ったもの俺ずっと使うんで、なんかバーっていっぱい種類買うってよりは最近はこの辺をずっと回してるから、めっちゃ乾くの早いし、ポリッシュネイルだからこそ毎回変えれるっていうか、ライブステージのたんびにファッション変えるたんびに変えれるのがすごい好きで、僕の中で欠かせないものっていうのが、当たり前の景色がちょっと色鮮やかになるみたいな、ネイルはなんかそれをすごく感じて。続いてのアイテムはサウナです。まあ、僕の人生に一番欠かせないんじゃないかってぐらいサウナが好きで、ここ2年ぐらいかな、まあ、サウナに入ることで、まあ、整うとは言いますけど、僕はそこから結構アイデアだったりとか、今こうリリースしてる楽曲の中でもサウナで書いた曲だったりっていうのもあったりするんで、すぐ更衣室というか脱衣所戻ってメモ帳にメモに歌詞書いてみたいな。一番あれだ、サウナからリリックが導いてくれたのはディープっていう曲なんですけど、まあ、曲のコンセプト自体がめちゃくちゃ没入感とか深いところまでみたいな曲だった時に、全然書けねえってなってサウナで整ってる時にめっちゃ書けたっていう曲なんで、あれは整い曲だなと思います。いや、これがサウナハット持ってたんですけど、最近このサウナ頭巾みたいなのがめっちゃ面白くて、息する時タオルこうやって隠すんですけど、それがあの一発でできるから、これ便利なんでおすすめです。でマジで普段サウナ入ってる時はもう瞑想に近いというか、
テレビもなるべくつけてほしくあの ない方がよくて、もうマジで目つぶってこの辺ちょっと姿勢意識しながら、続いてのアイテムはこちらミネラルウォーターです。まあ、一時期は1日2リットル飲むって意識的にやってて、マジで水2リットル飲むと本当体調良くなるし、水があると元気でいれるっていうのはあります。あんま関係ないかもしれないですけど、僕のアーティスト名もアイルザーの LETHE が川の神様だったりして、なんか僕のアーティスト像と水っていうのはそう遠くないような気がしてるんで、あと半身浴も好きだったりするんで、ペットボトルの水風呂持ってって、なんかコロナ禍で一番ピークの時というか家出れない時とかはなんかどうにかして汗かきたくて半身浴で自分を追い込んでた記憶があります。続いてはファミリー、僕の家族です。まあ、僕は恵まれた環境でというか本当に愛されて育ててもらって、なんか母方のいとこがめちゃくちゃいっぱいいて、この写真がそうなんですけど、いとこがバーって集まると10人ぐらいいて、これ俺どれだ、あ俺これだ、そこに帰ると心が救われたり大事なことを取り戻せたり、僕とはみたいなところに立ち返れる場所なので、僕が変わらずに居続けれる理由がここだなと思います。超ゲームやってましたね。で絶対喧嘩しましたね。誰かしら泣いてますね毎回。最近みんな大人になっちゃってそんなことはなくなりましたけど、そうグループラインもあります。親戚10何人20人ぐらいかのグループラインがあって、あの毎回誰かの誕生日はそのグループラインが盛り上がるっていう幸せなラインです。続いてのアイテムはチョコレートです。まあ、チョコレートが大好物でございまして、まあ、その中でも今日はスタメンを連れてきました。ヤンヤンつけ棒が一番好きなんですよね。チョコレートをディップして粉をつけて食べるっていう、なんか仕事ある時とかは絶対コンビニ寄って、まあ、水買ってっていう流れで絶対俺チョコレート1個買うんですけど、まあ、合宿の時とかも置いてあってチョコレートが多分集中力を持たせるためにってきっと置いてくれてて、なくなるの異常尋常じゃないぐらい早かったですね。チョコレート大人気でした。チョコのスイーツもめちゃくちゃ好きで、日比谷のブベットっていうところの、まあ、お店があって、そこのチョコレートムースが化け物級にうまくて、僕が食べてきたチョコレートスイーツの中では1位なので、ちょっとおすすめしときますここで。ついこの間食べた。続いてのアイテムは漫画です。小学生とかちっちゃい時からずっと好きなのは漫画で、ザ王道みたいな少年漫画がすげえ好きで、多分人生で一番最初に買った漫画がドラゴンボールの最終巻で、なんか入院してて俺、まあ、そんな大きな病気とかではなかったんですけど、何日か入院してる時に母親がこう買ってくれて、なんだこれって思いながら、そっから気づいたらハマってて、小学生の時は誕生日プレゼント大体漫画もらってましたね。その中でも一番好きなのはブリーチで、ブリーチもこのドラゴンボールと同じぐらいのタイミングでなぜか途中から買ってて、まあ、漫画ならではの言葉の表現とか、僕小説とか全然読まないんですけど、映画もあんまりめっちゃ好きな映画があるとかそういうタイプじゃなくて、僕のリリックのアイデンティティはおそらく少年漫画だと思って、最近はやっぱ電子書籍も進んでるからそれで買っちゃうことも多いんですけど、なんかジャンプを多分中学生ぐらいから毎週買い始めて、そこからは単行本買わなくなっちゃった話とかもあって、その辺バーってまとめ買いして漫画だけの部屋とか作りたいなって思ってます。続いてのアイテムはヘッドホンとイヤホンです。まあ、音楽大好きで、これがなくては日常を過ごせないなというふうに思うのがソニーのこのヘッドホンとアップルの普通の純正のやつと AirPods Pro、 最近新しく出た2世代のやつに買い直して、電車とか移動の時は絶対につけてるし、その中で曲を作ったりってこともあるので、なんかビート聴きながら電車に揺られてリリック書いてとか、あとやっぱ音楽に救われることがたくさんあるので、音楽をと一緒に生きていけてるっていう現実がめちゃめちゃ幸せで、いやマジノイキャン命、やっぱ没入したいなっていうのはあるんで常にノイズキャンセルしてます。これはあのミックスチェックとかでプロデューサーのドクター R さんがこれでミックスチェックしてるって言ってて、やっぱ一番普通のイヤホンだからこれでちゃんと音が低いローの部分とかが聞こえてたら、ブーストされたヘッドホンとかで聞いたらそれはもちろんいいわけで、この間レコーディングしてる時に、えそれで作業してんすかみたいな、
レックそれで聞いてんすかみたいな。それ以来僕も純正のイヤホンでミックス聞くようにしてて、最近イヤモニも作ったんで、なんか普段からイヤモニつけてたいなぐらいすごい気に入ってるイヤモニが出来上がったんで、ここにもう一つ追加されそうな気がしてます。続いてのアイテムはフィルムカメラです、まあ、このフィルムカメラ実は借り物で、ガイル・ザ・ショータになってからずっとこう撮ってくれてるカメラマンのタタさんっていうカメラマンがいて、そのタタさんに借りてるカメラなんですけど、僕の楽曲の中でも特別っていう曲があって、それにそのタタさんをすごい共感してくれて、写真やりたいんだよねって話したら、じゃあこれ貸してあげるよって言って、もう半年以上借りてるのかな多分。一眼欲しいなとかより思うようになったんですけど、フィルムで撮る難しさとか、フィルムだけどこういう写真が撮れるんだよみたいなのも楽しくなってきて、最近はもう離さず持ち歩いてるライカのちょっといいカメラですね。デビューしたのと同時期ぐらいから持ってるんで、日記みたいに写真が溜まっていってますね。最近は空をすごく撮るかな。なんか今まで道端だったり、本当に家の近くの景色とか、普遍的だけど写し方によって美しく見えたり、特にやっぱ空はその時によって色とか表情が変わったり、それこそフィルムによっても変わったりするんで、空を撮るのめちゃめちゃ好きです。僕の10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。改めて並べてみると、今の自分を作ってくれてるものが多いなって。10エッセンシャルズ、アイル・ザ・ショータでした。またお会いしましょう。